い、こんにちは、木更津です。カミカミグダグダなパート20が終わったので、今回は狼実況プレイのパート21をやっていきたいと思います。ということで、梅太郎を救出いたしました。前回見た方は分かりますが、ボス戦ですごいグダグダな戦いをしてしまいました。倒し方が分からなくてすごく時間を取ってしまったのですが、とりあえず目的は達成できたので、イベントの方を進めていきたいと思います。梅太郎じゃないか。お前無事だったんだね。怪我はないのかい？一人ぼっちで怖くなかったかい？梅太郎どうしたの？坊主、この犬ころはな、遺跡の奥にいてなかなか帰ろうとしなかったんだぜ。そんな、なぜだい梅太郎。一人で逃げた僕のことを怒ってるの？待ちな。お前はこいつを遺跡に置いてきたって言ったけど、こいつは自分から遺跡に残った様子だったぜ。自分から？それは一体どういうことなの？さあな、何か伝えたいことでもあったんじゃねえか。例えば、一人で冒険してお前に一人前の姿を見せたいとかよ。まあ、男ってのは他人が思うほど子供じゃないってこった。いつの間にか成長して、あっと驚くことをやり遂げるもんなのさ。そうか、梅太郎、お前には全部わかっていたんだね。そう、僕は嵐で壊れた橋を直すよう父ちゃんに言われていた。それなのに、失敗が怖くてそこから逃げていたんだ。それを梅太郎、お前は自分で危険な冒険に挑戦して、僕に逃げない勇気を見せてくれたんだね。それはずっと前に森でなくした父ちゃんの竿。お前は遺跡でこの匂いを嗅ぎ当てて、たった一人で探し出してきたのか。よし、僕やるよ。一人で橋作りをやり遂げて父ちゃんを後驚かせてやるよ。あ、違った、見せるよだった。今回もカミカミでいきます。ということで、橋を直してもらえそうな雰囲気なので、ちょっと橋の方にも行ってみたいと思います。で、一応さっきゾローグも倒したところでセーブができたので、このままセーブもせずに行きます。あ、ちょっと待って、さっき手に入れた装備品を表にするのかな。結構このタルタマが使いやすかったんで、コンボ数が50なんかとかいって使いやすかったんですけど、とりあえず強そうなのでこれをつけてみたいと思います。それでこれだけだとちょっと心もとないので、行商人のところに行って一度あれですね、神器を強化する粉買いたいと思います。あれ、品切れ。新しい神器をゲットしたにもかかわらず品切れと。じゃあまだ強化はできないのかな。それじゃあこっちの橋の方に行きます。ほら、縄がかかったよ。お前たち、その縄をどけろ。あれはスサノオのおっさん？一体何の真似だ。我が神奥義、真空だるま落としを子孫じてこの大木ごと流されてしまったのだ。こっちへ来るぞ坊主、その釣り竿を握って踏ん張れ。違った、釣り竿から手を離せばいいんだ。お前ら違うって。アマコ、
お前の筆調べで何とかしろ。そんな無茶ぶり。初めって何。あ、違う。はい、分かった。ちょっと待って、これをどこに繋ぐの。なんかどっかにこうやるってことでしょ。初めって何。やり方が全くわからないんですけど。地点も移動できないし、穴ないじゃん。位置につなぐとかじゃなくて切る。違う。でも普通に考えてここはツタマキを使うところですよね。あった。なるほど。あった、通り過ぎちゃった。このチャンスを逃さずに行けと。右側のはちょっと通り過ぎちゃいました。できなかった。積みの使用も限られてるみたいだし難しいな。視界が悪い、通り過ぎた。もう筆調べ苦手な人にこういうことやらせると大変なことになるんですよ。制限時間あと16秒って。ああもうあと1個。よし。制限時間あと6秒ってひどいタイムですね。でもなんとか間に合いました。よかった。これが橋の代わりになって進めるようになると。はあ、お前ら全く。一時はどうなるかと思ったぜ。でも見ろよ、立派な橋がかかったじゃねえか。あの橋は僕が。そうさ、この橋は紛れもなくお前の手柄だぜ。坊主、何を悩んでいたのか知らねえけど、男が冒険から逃げてちゃ話は始まらないんだ。それを教えてくれたその犬ころに感謝しろよ。梅太郎、僕やったよ。あれ、スサノオのおっさんはどこへ行ったんだ。こんなことでくたばるような頭じゃないだろうけどよ。まあどうせそのうちひょっこり出てくるか。札玉をもらってこれでいけるようになったんですけど、あと札玉5個欲しいな。犬には肉をあげたいと思います。もう10個もらったのでこれでちょっと強化したいと思います。体力の方を。もう自分の戦闘がダメダメすぎてすぐ負けてしまいそうなのでアップします。これで6個になったのかな、太陽系が。ちょっと一度セーブがしたいな。まあいいや、向こうに進めばきっとどっかにセーブポイントあるでしょうということで進みます。この子なんか教えてくれるのかな。梅太郎、僕やったよ。何事も挑戦することが大切なんだね。実を言うと僕、竿の使い心地が気に入っちゃって、父ちゃんとは別の道を目指してみようかな。おっと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 。絵巻画天の極意を手に入れた。はい、餌をやる。
合点はあれですよね、この神器の持ってる時に使えるやつ。この先は高見平平っていう山あいの原っぱだ。こんな時だい、用心するに越したことはねえが、綺麗な花畑でも待っててくれることを祈ろうじゃねえか。それじゃあ天子行くぜ。本当に舌が回りません。高宮平、やっぱり高宮平もこの有様だい。昨夜の姉ちゃんの才の目、どこかで寂しく枯れてるのかな。人がいますね。ここの人たちは石像になってないと。ああどうしよう、俺っち困っちゃったよ。お店の周りはたたり場に埋め尽くされちまったし、俺っちの大事な大事な商売道具もなくなっちまった。どうしよう、これじゃこの先生きていけないよ。まだ聞いてほしいと。ああきっといたずらもぐらの仕業なんだな。俺っちの商売道具を盗んだのはあいつに違いない、あいつらに違いない。たたり場にいたずらもぐら、不幸のどん底だよ。あの村は今頃どうなってるんだべな。この先の大風車のある山上地岳には草薙村っていう集落があるだども、その村にある神殿の中からお金をなり声が聞こえてよ。それでオラ村を飛び出して一目散に山を降りてきただ。ほんで気がついてみたらこの辺りも一面たたり場だ。人の住んでるところには妖怪たちも近づかねえと思ってただども、こりゃいよいよ世も末だよ。あまだ聞いてって。上地岳の草薙村は今頃どうなってるだべな。村の神殿からお金うなり声が聞こえてくるし、この辺りも一面たたり場になっちまうしよ。ほら草薙村でちょっとした用事を済ませたかっただの。だども、これじゃこの先の関所を越えて家に帰ることさえできねえだよ。多分今の二人の言葉は伝聞録に入ったと思います。この高宮平も変わったな。昔は野にそよ吹く神風が疲れた体を癒してくれたもんだけど、最近じゃぱったりやんじまってね。おかげで厄除けの品を買ってくれる客はぼちぼちいるものの、物を売ってくれる旅人が少なくなって、店の品揃えが心細いよ。あがたの森の新鮮な魚なんか今のは高く買うんだけど、あの辺りに誰かいい釣り人でもいないもんかね。それはそうとわんこ、もしかしてお使いに来たのかい。あーしまったな、ここで売るのか。町の方の上木村の方ですね。行商人に魚売っちゃったんですよ、ザリガニとか釣ったやつ。また釣りに行かなきゃいけないってことですかね。とりあえず持ってないものを買っておきましょうと。あれならあるよ、あれなら一匹だけ取っておいた。この一匹ちょっと売ってみましょうか。いる魚、申し訳、こいつしかもういないんですよ。あ、どこでも売っても変わらないのかな。値段的にも変わらないっぽかったですね。それじゃあ区切りもいいし、セーブポイントも発見したので、ここら辺で一度終わりたいと思います。見てくださってありがとうございました。次回はここの攻略から始めたいと思います。それでは